はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は、破壊と創造の大切さ、商品リサーチにおける破壊と創造の大切さについて話をさせていただきたいと思います。商品リサーチは思ったように進まないだとか、特にリサーチしている商品がすごく画一的、平面的になってしまう。 新たな境地に到達できていない感があるという方はこの方法をぜひ試していただきたいんです私が申し上げている数千件から1万件の検索結果でだとか amazon でとりあえず一般名称ではなくて色や素材デザインの名前っていうのを入れてみる例えばストライプだとかそういったのを入れてみるで調べるっていうやり方それっていうのは一つの方法であって もしくは一つの目安であって 絶対そのやり方をしななないいいけけわでではないんですねよく私が動画内で言及させていただくある心理学の実験で2つのグループに人を分けました1つのグループにはマグカップだったらマグカップを事前に渡してもう1つのグループにはマグカップを渡さないでマグカップを渡した方のグループの人にはそのマグカップいくらだったら譲ってくれますかと聞くマグカップを渡していないグループの方にはマグカップをただ見せてこのマグカップ いいくららだったら買いますかっていうふうふに聞くわけですすると一度マグカップをもらった人たちっていうのはマグカップをもらっていなくってただ見た人に比べて2倍以上の価格をつける自分が一度所有したもの自分が一度手に入れたもの自分が一度条件としてね前提条件として確立させてしまったものに関しては我々っていうのはそのもの以上の価値をつけがちになってしまう。 っていうことが判明した実験なんですね。これをそのまま当てはめて考えてみていただきたいんです。商品リサーチはこうやるべきだ、だとかね、数千件から一万件の検索結果で調べればいいんだ、 っていうことを私の公開動画やあと個別指導コンサルティングの指導を通して学んだ生徒さんは今度はそのやり方にものすごく固執してしまうそのやり方にある種肯定してしまうこだわりすぎてしまうっていう傾向にありますでそれでうまくいかないのであれば躊躇なくそのやり方っていうのを まあ極端な言い方すれば一度捨ててみるっていうことがものすごく大切になってくるんですね。じゃあ捨ててみてどういうリサーチをすればいいかっていうと簡単でまず数千件から1万件っていうその数値にすごくこだわっている方であれば数千件未満の検索結果が出てきても何でもいいのでとにかくどん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 気になった詳細を入れてみる。 要するに一つの数千件から1万件っていう数に固執してしまっているのであればその数っていうのを一応のまず除いてですねで他のところっていうのはそのまま踏襲してサジェストを使って調べるっていう行為を行ってみるもしくはサジェストを使って調べるっていうことに固執している人であれば今度はそのサジェストは無視して2つ目のキーワードも自分で考えて入れてみるそういった形でですね一度。 このやり方で1から10まで進んできゃいいんだって思ったら、その中の 例えば3の部分だとか6の部分だとか9の部分だとか引っこ抜いてみるんですね。そのやり方で商品リサーチをすると特に商品リサーチの停滞期といいますか、まあ、やり方ずっと同じやり方で調べてるから詳細が何回かわかんないけど確率的になってしまう。なんかいつも平均的な商品しか出てこない。なんか面白みを感じない。つまんない。そういった商品リサーチから一気に離れることができるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。 今回の話まとめさせていただきます。私、結構再三再四ね、いろんな動画で申し上げていることっていうのは、どちらかというと、こういうリサーチの仕方をしたらいいですよっていうよりは、一つのリサーチの仕方だけに肯定したりだとか、絶対的な法則を求めないようにしてくださいと。で、繰り返しになりますが、そのコップの実験でも実証されている通り、一度自分がそうだと思い込んだことに関しては、それを前提条件が、 なんだろう絶対的なものではないにもかかわらずいつの間にか絶対的なものとしてね調べてしまう日数千件から1万件の検索結果って言ったらもうその数だけを。 必ず守んなきゃっていう発想ですごいカチコチになって商品リサーチをしてる人が多いんですねただ私が申し上げるすべてのやり方や指標っていうのは基本的にはただの目安ですあまたある商品リサーチの中で私が講師の経験上このやり方からやっていくと比較的よく商材が見つかるよっていうものを申し上げてるに過ぎないんですねだから少なくともその1個のやり方をずっとやってれば商品リサーチが一生よくできるっていうわけ ではないし他にもいろいろな商品リサーチのやり方があります。ですから商品リサーチをやっていてなんかよくうまくいかないなという方はあえてその今までのルールを破壊してみるっていうことを意識して進めてみていただきたいですまた同時にもう一つ申し上げ ておきたいことなんですが私はコンサルティングを行っていて様々な質問をいただくんですが9割以上のご質問っていうのはその質問それ自体ではなくって前提条件が間違っている可能性っていうのがかなり高いです。 例えば、アマゾンで商品リサーチをしていて、同じ商品がアメリカアマゾン上に出てきましたと。しかもその商品ページっていうのは、商標登録を調べたら TESS というアメリカの特許庁のサイトで、商標登録のデータベースを調べてみたら、ブランド名が商標登録たされてたから出せませんよねって聞く方がいる。もしくは、商標登録されているから出せないので、そういう場合どうしたらいいですか っていいいうに質問いただく方って結構多いんですがそもそも商標登録っていうのは商品本体を守っているのではなくってその商品に高級的にロゴが付いている場合そのロゴがくっついている商品を付随的に守ることができるカリカリやっても剥がれない方法でくっついてるから付随的にその商材も守られているのであってその商材のデザインだとかその商材自体っていうのは守っていないと。 そういうことっていうのがすっぽ抜けてしまって商標登録してあるからこの商品自体が守られているだからこの商品と全く同じ商品がアリババにあったらこの商品は出せないと思っている人いたりだとかねするわけですとにかく何か質問疑問っていうのが出てきた際にはその質問疑問の前提として自分が確定させてしまっているこうだからこうだっていう時のこうだからの部分に 思い込みだとか思い違いだとか先入感だったりだとか。 勝手にそうだと決めつけてることだとかっていうのが多々存在しています。逆に言えば自分が疑問に思った際のその疑問に思う前提となっている条件すら疑問に思って調べていくっていうことがおのずとできる人なのであれば独学で物販っていうのは進めていくことができます。いかんせんそこが難しいのでコンサルティングの存在意義っていうのはあると思うんですが私自身物販を始めた時っていうのは もちろん、一応ね、そのやり方を教えてくれる人っていうのはいたし、先輩みたいな人もいたんですが、99.9%の疑問はこのような形で自分自身で解決していきました。要するに誰に聞くとか、誰に教わるとかじゃなくって、自分自身でトライエラーを繰り返す、要するに行動を伴った思考っていうのが大切ですから、行動しながら進めていったっていうところがあるわけですね。 なので、ぜひ、皆さんも、もし独学でどうしても進めたいっていう人は、はっきり言って、相当一筋縄でいくことではないと思いますし、今までのご自身の生き方、考え方っていうのが、思いっきりネット物販の世界だと現れます。臭いものに蓋をしているだけでは、絶対に乗り越えられない壁っていうのは、自分自身の弱み、自分自身の痩せ我慢やプライド、そういった部分、自分が、自分を守ろうとしている防衛規制の部分まで、しっかりと、 突っ込んで食い下がって直の自分素の自自分分素と対峙していくっていう作業は正直多くの人にとって恐ろしいことだと思うんですねどうしても我々は自分が好きだから自分を守りたい自分の考えていることっていうのはそれなりにちゃんとしてるっていう思い込みっていうのを捨て切らないんでだからそこの部分も含めて捨てられるって人は独立どっぽ初めから自分で考えて進んでいくっていうのも一つの手なのかなと思います独学で,進んで ていくこと自体は悪いことではないですがそういった部分まで突っ込んで退治していかなきゃいけないっていうことを考えるとコンサルティングの意義はあるのかなというふうに思いますただ結局コンサルティングでね私が言ったところでそれをちゃんと受け入れてもらえるかどうかっていうのは全く別の話になってきちゃうんですけれどもねどうしても私が言ったことそれをあ,あなるほどなって思っていただける生徒さんっていうのは本当にごくわずかだと思うんですよ ほとんどの生徒さんが、やっぱり私に何か言われたら、不適されたりだとか、ブスッとしたりだとか、イラッとしたりする方が多いとは思うんですね。やっぱり人っていうのは結局そういうところがあるんで、それは自分自身もそうだと思うので、そこら辺に関しては自分を棚にあげるだとか、皆さんを卑下するとかいうことではなくって、今回の動画も含めて自分自身、自生自解の意も込めてお話しさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。